小松菜奈って、そういえばね、これちょっと一個おもろい話として、実は郷が大好きやって。もう出会いたくて知らなかったん、奈奈ちゃん。で、ありとあらゆる手段を使ったけど、出会えなくて。で、あの、鶴瓶さんと一緒に映画やったんですよ、奈々ちゃんと。あの時に、まあ、気色悪い LINE とかしてやってたわ、奈々ちゃんに。でも結局、多分、二人では会えてないと思います。嫌われてたんですね。